ゼッケン番号14番、才川浩司です。そして始まりますけど、どうですか今？来たーって感じです。やっぱり去年その初出場をして本当にあの楽しくてどっぷりハマっちゃって、今年はおばあちゃんの家にサスケセットを作りました。実はなんですけど、サスケを見たっていう方からドラマのオファーをいただいたんですよ。本当になんかサスケですごい人生変わったなと思っていて、この高さちょっと足がもつれてきた。ここで警告音だ。さあ一発でいかなければいけない。才川やったな。アクション俳優、思いが届いた。正直あの景色とか全然覚えてないんですけど、嬉しすぎて泣いちゃって頭真っ白になっちゃって。やりきった才川浩司、初出場ファーストステージクリアです。ずっと出れなくて悔しかった。ずっと悔しかったです。めちゃくちゃ腕立て伏せ頑張って、懸垂もやって、豆とかだらけなのに毎年書類落ちて、本当に今日できてよかったです。1年間 SASUKE を思って練習してきたので、今回は一個一個のこうエリアとかをちゃんと見て楽しんでクリアしていきたいなと思って、今回は僕がこう SASUKE に恩返しする番だなと思って、サードステージ進出して最高な景色を見たいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。あの伝説の男たちが帰ってくる。さあ戻ってきたぞ。天国と地獄を分ける最後の審判。サスケ12月29日夜7時。